マームーン、マームーン、アラビア語、ラテン転テ写ン、アブルアル、アバス、アブットアラエール、マーアイムーン、イブンハールーンアルラシド、786年9月14日から833年8月9日、ザイイ、813年から833年は、アッパース朝第七代カリフ。弟アミーンとの間で内戦を引き起こし、アッパース朝はその前世紀を過ぎることになる。 マームーンは第五代カリフ、ハールーンア・ラシードの長子として786年9月14日に生まれた。実名はアブドゥッター。母はイラン系の女奴隷マラーズイルであるが、マームーンの誕生後間もなく、没したため、ハールーンアイコールラシードの成功ズバイダの下で育てられた。アブドゥッターは長子であったが、794年、次男のムハンマド、 後のカリフ・アミーンが第一後継者に指名された。これはムハンマドがズバイダの成した子であったためである。ズバイダは第二代カリフ・マンスールの孫で、ハールーンのいとこにあたっており、ムハンマドは両親ともアッパースケのもので、その機種性は紛れのないものであった。アブドゥッダーが第二継承者に指名されるのは七九十九年のことである。ハールーンアイコールラシードは生存中に二人の 息子に聖書を作らせた。大使ムハンマドには、時代のカリフには、兄、アブドゥッターを指名すること、帝国の東半分の統治は兄に一任することを誓わせた。一方、アブドゥッターには、弟のムハンマドがカリフ職を担う際には忠誠を尽くすことを誓わせた。この聖書は、真っ赤文書の中に入っており、現存している。809年、ムハンマドがカリフに即位。 アミーンを名乗る。アブドゥッターは直ちに認知、マルーを中心とするホラーサーアンへ引きこもった。しかし、間もなく811年、アミーンは聖書の誓いを破り、兄のアブドゥッターを差し置き、息子ムーサーを後継者とする意向を示した。アブドゥッターはこれに対抗して、イマームを名乗った。811年3月、まずアミーンが討伐軍を差し向けた。 これに対して、マームーンは、イラン系の名称ターヒルを司令官に任命して、応戦した。812年3月、アブドゥッターは公式に、カリフ・マームーンを名乗る。アミンの方は、母がアラブ人だったこともあり、アラブ人を軍の主力とし、マームーンは、イラン人を軍の主力とした。百十二年の夏には、ターヒル率いる軍は、ホラーサーンからの増援も加えて、 グダードを包囲した。アミーンもよく不正だが、帝国諸地方が次々にマームーンになびき、813年9月に陥落。アミーンは捕らえられて殺害された。しかし、マームーンは以降も慎重を期して、マルでしばらく事態を生還していた。その後、彼は驚きの行動に出た。ハンガーアッパース朝の運動をたびたび起こすアリエの者を後継者に指名したのある。 816年に、ムハンマドの決闘で、マディーナ、メディナに住んでいた、ムハンマド、シーア派、12イマーム派における、第九代イマームを呼び寄せ、817年には、自分の後継者として指名。周囲にも、中世、バヤを誓わせ、アイコールリガー、神の仮説者という称号を与えた。そればかりか、アッパースケの色は黒であったが、マームーンはこれを、 アリイ家の緑色に変えてしまった。この処置はアッバス家の人々だけでなく、イラクの住民たちをも怒らせてしまった。バグダードでは、マームーンのおじの一人がカリフに押されただけでなく、各地で反乱が勃発した。イラク地方で、マームーンに忠誠を守り続けたのは、バスラ総督のみであり、他の者はことごとく反乱軍に加担した。マームーンは、マルーンに泊まることができなくなった。 マームーン一行は818年の末にあるリーダーを伴い退去して西に向かった。しかしトゥース近郊まで来た時アリーアイコールリーダーは急死してしまった。シーア派ではこれをマームーンによる毒殺とし、当地はシーア派聖地マシュハドとなっている。マームーンはアリーアルリーダーをトゥース近郊のハールーンアイコールラシードの墓所の近くに埋葬すると、 そのまま前進を続け、即位六年目にして、ようやくバグダードに入った。だが、それから後も、彼の治世中に、多くのバーバクの乱など反乱が多発する。この中で、ホラーサーン方面をターヒルに委ね、ターヒル朝の創業、マームーンは、晩年には、東ローマ帝国との戦いに明け暮れることになった。なお百三十年の東ローマ遠征で、 シリアのハルラーンを通過した際、マームーンが住民に、経典宗教への改修を命じたことが、いわゆる、ハラーンのサワビア教徒の起源となる。マームーンは、文化の発展に力を尽くし、アッバース朝の中で、最も教養が高く、学問を愛したカリフと言われる。彼は、解明的な君主で死を愛好し、天文学、数学、医学、ギリシア哲学について、 造形深く、特に、ユークリッドの幾何学に精通していたという。マームーンは、ギリシアの学問を尊重し、ギリシアの文献収集に力を入れ、それらの文献をアラビア語へ翻訳することを奨励した。827年には、アルマゲストの翻訳のほか、シンジャール平原において、井戸差一度に相当する、四五千個長の測量を命じている。 マームーンは優秀なギリシア語学者を多く集め、830年頃にはバグダードに知恵の家を建て、このように彼らを誘導し、存分に才能を発揮させた。マームーンはここをギリシア文献翻訳の本拠地とした。この場所にはフナイン・イブン・イス・ハークをはじめとする卓越した学者たちが多く集ってきた。この知恵の家には立派な天文台や図書館があり、 経営度の測定、天体の運行表の作成や、その他の活動も行われた。大地の大きさの計算などは、ほとんど現代のそれと変わりがなかったという。また、マームーンはエジプトに行った折に、ピラミッドに穴を開けさせ、内部の調査もさせている。833年にマームーンは、タルスス付近の宿営地で死去した。マームーンの死後、 帝国はイスラム原理主義の台頭による反科学的な復古主義や地方政策をめぐる混乱により次第に衰退していく。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。